お前今日ブナマユ vs マメコの DM したから見ろ。何おみ、なんか、まとめてくれた人がいるの俺が見てないことを知っていて。あこれかなえ、な、なおさん今日は許せないことがあって DM しました。まず、今日のマメコさんのあえぎ声の配信ありがとうございます。僕をはじ、僕をはじめ、 シコリスを代表してお礼を言います <laughs>。何がこいつめっちゃキモいじゃん、冒頭から <laughs>。ですが、今日のブナマイはやりすぎです。マメコさんがバンジーの後にハーハー言いながら配信したら、まだ飛んでない人が8人ぐらいいたのに、マメこさんにきつめに、もう枠まとめるんで枠閉じてください。私のとこに、まとめるんでって言いました。かわいそうなマメタン。 ですが、その後も、彼氏の小町と、彼氏の小町と、仲のいい宿んはずっと配信していました。かっこ、ブナ舐め、なブナ舐めんのかブナ舐めてんのかかな。豆子さんが、あま、豆子さんがあまりに実行主張が強くなくて、控えめな性格なので終わりましたが、め子さんがふわっちの配信者なら終わりでした。 ブ、ブナにこのような仲の良さや可愛い子を差別するのはやめさせてください。確かに今回のマメこさんはブナが呼んでなくナーボーさんが参加させたので明らかに対応が近くて悲しかったです。なるほどな。おいこれちょっと説教しないとな。これ説教しないとな、ブナマユに。なあ、許せねえわ。マ、ま、メこさんにそんな冷たい対応を取ったのか、あいつは。 自分のわけでもなるべく豆こを映さないようにしてたお前が切れてる鳩に対して舐めですだってよあいつ師匠舐めてますよ許せねえなそれ